皆さんこんにちは。続々登場する春アニメにワクワクするメイドのリコです。さあ今回も記念すべき1話を視聴していきましょう。タイトルはこちら。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ1話です。あ、知ってるぞ、無限大の人だな。これは今期の覇権を狙えそうな気がしますね。早速見ていきましょう。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それでは、レベル2からチートだった1話のあらすじはこちらです。亜人を奴隷のように扱い差別する国において、バナザは商人として分け隔てなく接しており、差別はなくならないもんかのうと悩んでいた。そんなある時、魔王を討伐する198人目の勇者候補として異世界へ召喚されてしまった。まあ、とりあえずいつものステータスを見ましょうね。お前、神の典型がないし一般成人男性の能力しかないじゃないか。レベル1なら一般成人男性ほどの能力値があるだけマシでは？なんとお隣でも召喚の儀式をやっていたようで、ステータスがカンストだ。でも典型はないぞ。私がこの世界を救う勇者に選ばれた、ということなのだな。とバナザのステータスを見て見下しつつ、勝手に呼び出されて憤ることもなくすんなりと状況を飲み込み命を懸けて魔王と戦うことを受け入れる。作者に名前すら与えられなかった哀れで都合のいいサンドバッグに全員大興奮。バナザは放置され、元の世界との通路も消滅してしまい帰れなくなったことを詫びて、特別にこの国に住むことを許された。ので20日かけて魔王軍がいると噂の森にまで運ばれて当分は生きていける金銭や食料、武具が詰まった魔法袋をもらう。そこへ凶暴なスライム君たちが登場。が、バナザは不意打ちを食らっても一刀両断する。するとレベルが2に上昇。ステータスが無限大になったのだ。スキルの無限大って何なんだ。という一気に陳腐化したなっていう感じです。さすがですね、期待を裏切らない。期待を裏切らない内容ってところがいいところですよね。ということでいい点は言ったので疑問点とか悪い点とか言っていきましょうか。主人公接待のために存在する世界、さすがは異世界転移。私的にはね、冒頭で主人公の世界は亜人種を差別していてどうにかしたいなーっていうテーマというか目標みたいなのを出したんだったらさ、転移した先でも差別があって、力を手に入れたからその体制をどうにかしよう、と思って動き、解決する。なんやかんやあって元の世界に戻ったら、そのノウハウを活かしてこっちでも解決してやろう、っていう流れにするのがいいと思うのよ。そうしないと何のためにわざわざ元の世界では差別が日常茶飯事でなんて情報を入れたの？ってなるじゃん。差別があってやだな。異世界転移したら差別がなかった。やった。みんな幸せに暮らそう。ってやられても何にも面白くなくない？いつものナーロッパと変わんないじゃん。ただただ主人公様に都合のいい世界ってだけになるでしょ？次に、名前がない人がいるのはどうしてなんですかね？召喚された金髪勇者は今後主人公と対比させる存在になるわけだし、ネームドの方がいいと思うんだけど、名前があるだけで読者からは嫌われてしまうからつけなかったのかな？とも思うんですが、第一王女にも名前がないんですよ。国王が自分の娘を、第一王女よ、って言ってるの笑いをこらえきれないんですけれどやめてもらっていいですか？名前つけるの面倒くさがっただけのように感じます。このトカゲ、の御者みたいな本当に一回きりしか出てこないような相手だったら別にいらないでしょうよ。でも勇者とか王女とか絶対後で出てくるでしょ。愛情が感じられないのよ、愛情が。そして20日間、男2人、未知旅、何も起きないはずがなく、なんで無事に目的地に着いてるんですかね。まずこの御者は給料安いのによく目的地まで運びましたね。魔法袋には大量のお金が入ってるんだし、それ奪ってどこか行けばいいじゃん。両親が咎めるんだとしても、そのお金は主人公のものなんだから主人公が渡して途中の町で降ろしてもらうよう交渉するとかあったでしょ。それ以前に、主人公には死んでもらいたいんだよね。だったら御者は一般トカゲくんではなく暗殺者でよくない？人目のないところまで行ったらサクッとやって任務終了でしょ？ 20 日間もかける必要のない数時間のお仕事だよ。
話の流れが頭悪すぎないですか？わざわざ魔法袋にトラップ仕掛けて不確定要素のある殺し方をする理由って何？安全に主人公様を生きらせる目的以外にあるの？死んでほしいのか欲しくないのかどっちかはっきりさせなさいよ。さて、それじゃあ本題に行きますか。無限大について話しましょう。レベル2になったことでステータスが全て無限大になりました。うん、だったらさ、最初から無限大でもよかったよね。なんだそのよくわからない数字は。弱そうだな、追放だ。でも流れも追放側の頭の悪さも変わらないわけで、わざわざレベル2からってやる必要性がないよね。まあなんで人類が理解できていない無限大という記号が存在しているのかっていうのは共通して謎ですけれども、それでその無限大ってつまり無限だよ。安易に無限を使うな。20日間旅をするよりも頭が悪すぎるぞ。一歩でも踏み出せば無限の力で大地を踏みしめ、無限の速度で加速して無限の防御力を持って全てをなぎ払い尽くすことになるでしょうが、なんでステータスが反映されないのよ。だったら他のあらゆる場面でもステータスを反映させるなよ。都合のいい時だけステータスが高いことを利用するな。戦闘の時にしか発揮されないステータスなんだとしても無限の力なんだから、ちょっと殴る動作をしただけでも無限の力が生み出されるのよ。その力はいくら加減しても無限なの、わかる？限りがない力を弱めたところで限りがないの。あと魔素が充満していた森を魔力総量の3分の1を消費して浄化魔法で清めるってこともしたのですが、無限の3分の1って無限なのってご存じないのかな？作者はもちろんわかってるよね、生みの親なんだから。答えてよ、無限の3分の1っていくつなの？これは消費されないか、全部消費されるのが正しいんじゃない？無限の値をさも有限かのように扱うのは舐めてんのかと。それだったらまだ測定不能の方が賢いよ。数値はわからないけど有限である可能性が高いんだから。そしてその無限大を扱う主人公の知能にも問題があります。無限大という記号を知らないからどれほど強いのかわからないっていうのは無限大を譲って良いとしましょう。そんなのちょっと動けば自分の異常性に気づくレベルなんですけれども、置いといて、浄化魔法によりレベルが急上昇したわけですが、それでもなお自分は弱いと思い込んでるのは頭脳がミジンコなのでしょうか？これだけ数字増えたら小学生だって、いや小学生ならめちゃくちゃ喜んで最強だわーいってなってるか、大人だったらこれだけ増えたら強いだろうなって理解できるでしょ。それでも自分は弱いんだと勘違いするのなら、元の世界では一般人でもレベル1000くらいあったみたいな理由をちゃんと示しなさいよ。天理魔法で町へ移動した際も、元の世界ではものすごい魔法なのにこんな簡単に使えるなんてすごいなぁとか思ってるけど、そうはならないでしょ。レベル367もあるんだよ、じゃあ覚えたんじゃないのっていう話ではあるし、一般人でも使えるような魔法だったら馬車なんか使わず天理魔法を使っているでしょってことでもあるじゃん。運搬の仕事はないかなぁとか言ってたけど、一般人が使えるレベルだったらそんなことで商売にならないことくらい商人だったら理解しようよ。知能が低すぎるのよ。本当にあなた商人やってたの？あ、というかあなた商人だったのになんで全く畑違いの冒険者になんかなってるわけ？なろう、主人公は冒険者になるっていうノルマをこなさなきゃならないにしても、元は商人だったんだから商人をさせなさいよ。その他にも、変装したけど鏡も見てないのに変化していることを自覚したり、ステータスが意思を持ち喋り始めたり、主人公の周りは女性しかいないなとか、敵であると確信している相手なのになぜかその相手を主人公からかばう女性パーティーだったり、主人公を危険から遠ざけるためだったらあえて立場を悪くさせる必要もないし、変な行動をしたら切りかかるぞっていうのも意味がわからないし、四天王が直々に石膏をしてたりとか、自分は弱いと思っているはずなのに一緒に逃げれた場面であえてパーティーだけを町まで戻したりとか、ステータス無限大と主人公様のすっとぼけに比べたらマシですよね。監督や構成作家は何をやってるのかな？展開ありきで書いてるんだとしてももうちょっと工夫しない？アニメ化するんだからさ、構成を考えようよ、構成を。これは非常に期待が持てそうな1話になりましたね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。
私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。